落語家の桂春之ハ改め四代目春男児、69? が11日、大阪小築座で、襲名披露公演を行った。工場には、名優の情報落語協会会長の桂文ラフ 74? も駆けつけたが、春男児が文江をいじる一幕もあり、多くのファンを沸かせた。文江は、若い時から一緒にやっていた人が素晴らしい名前を、 ついで感動した。涙が出そうになりますと挨拶。文江から振られ、工場でも挨拶した春男児は、文江会長には随分とお世話になっております。お世話と言いましても月々の手当てをいただいているわけでは、ありませんと、たびたび、女性問題が報じられる文江をいじり、爆笑を誘った。春男児の隣に座っていた文江は、笑顔で春男児をこづき、息の合った掛け合いを見せた。 この日、落語、親子茶屋を演じた春男児先代春男児さんの形見という羽織紐や帯などを着用し、冒頭には先代の代名詞でもあった華麗な羽織脱ぎを実演。私も名前をもらった境にやってみようかなと披露し、大きな拍手を浴びたが、今後、上手になっていくと思いますと春男児としての覚悟を語った。